時間は FM ギノワンのスタジオに場所が移りまして、10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けしていきます。早速高坊さん、沖縄大好きさん、すごいテンションの高いコメントでありがとうございます。今日もですね、スタジオには素敵なゲストさんが来ております。では早速自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。虹色キッズスクール、虹色ミュージックスクールのみゆき先生です。はい、みゆき先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この声と名前を聞いて、はい、ね、FM ギノワンを聞いている人はもしかしたらもうピンときているかもしれませんが、はい、はい、毎週火曜日に番組もしておりますよね。はい、火曜日の2時から3時まで、はい、虹色キッズエデューという番組をしています。はい、番組の中ではちなみにどういったお話をされてますか？私が音楽教室とモンテッソーリ教育の教室を運営しているので、うん、はい、音楽教室の中から、音楽教育の中から、うん、と、モンテッソーリ教育の中からお話をしています。はい、このモンテッソーリ教育っていうのがちょっと気になるんですけど、はい、はいはい、これってなんか簡単にちょっと説明とかってできたりしますか？ね、なんかね、うん、一言で説明するのすっごい難しい教育なんですけれども、はい、本当に平べったく言うと、うん、子どもの自立をサポートする教育です。はい、で海外では結構メジャーというか、もう当たり前に取り入れられている教育なんですけれども、はい、日本ではまだまだ、うん、周知率が 6% っていうことで、そうなんですね。はい、なかなかモンテッソーリってワード聞いたことない方も多いと思います。なんか最近私もよく聞くようになったかなって思ってたんですけど、はい、それでもまだやっぱり 6%。 そうなんですよ、教育に興味ある方だったらもしかしたらちらっと聞いたことあるかなっていう感じだと思います。なるほど、はい、ね、まあ、そういうじゃモンテッソーリー教育に沿って、はい、いろいろこうやって授業というか、はい、をされてたりとか。そうですね、するわけですね、はいはい、1歳の子から来ていただいてます。1歳の子、例えばなんか どんなことをするんですか？1歳の子はね、はい、日常生活っていう、うん、まあ、昔ながらの生活をする、うん、してるご家庭は別に通わなくてもいいような内容なんですけど、はい、小さい子だったら、お膳に、うん、お膳にっていうんですか、お盆に、はい、お盆に コップを置いて運ぶ練習をしたりとか、うん、机を拭く練習したりとか、はい、あとお箸の練習をしたりとか、なんかそういうつまんで入れるみたいなところから、うん、子どもが自立して自分で生活できるようにサポートしていくっていうところから始まってます、うん、なんかね、1歳の子がこれをやるって考えただけで、今想像しただけですごい可愛らしいなって思うんですけど、本当もうね、うんうん、もうなんだろう、感動する、本当に涙出そうになる、はい、美しすぎて美しすぎて、うん、本当に素晴らしいなと思います。できた時のまたこのなんていうんですか、あ、できたねみたいなのとかも、そう、ね、感動ですね。そう、この表情がね、うん、もう恍惚とした、はい、私できたっていう、子供たちが嬉しそうな顔するのが、はい、もう本当に美しくて、なんかもう今考えただけでなんか私もすごいキュンとする、鳥肌立つくらい可愛いイメージができてるんですけど。そうそうそう、可愛いんですよ。はい、コメントもちょっとたくさん来てるんですけど、はい、純兄さんから、うん、想像だと5歳児だとお豆つまむ5歳児さんはね、もう算数教育とか国語教育とか文化教育、うん、もう社会とか始まってるかな。そうなんですね、はい、ね、まあ、そんな、虹色キッズスクールの今日はちょっと、はい、あるイベントというか、はいはい、スクールの告知なんですけれども、はいはい、これは夏休みの時期に合わせて、はい、そうですね、皆さんなんかね、夏休みの自由研究どうしようっていう悩みお持ちだと思うんですけれども、はい、これは誰もが通るね、大変ですよね、毎年毎年大変っていうのかな、まあ、アイデアね、豊富なお子さんは自由研究楽しみにしてワクワクして待ってると思うんですけれども、はい、どうしたらいいかわからないっていう、お子さんとか、それからそのお子さんを取り囲むご家庭も、はい、毎年毎年恐怖っていうご家庭もあるので、はい、まあ、そういうなんか夏休みの、自由研究に活かせるプラス、うん、いろんなことに興味の扉が開くようなイベントをしたいなと思って、うん、はいはい、計画しました、ね、なんかいろいろありますよね。はいはいはい、ね、今年は、小学生のモンテッソーリっていうところから、はい、宇宙教育
ちょっとテーマが壮大なような、ね、はい、うん、あの感じに聞こえるんですけれども、小さなお子さんでも分かりやすく 10から12のその年齢によってちょっと違うんですけれども、うん、実験というか実践を通して分かりやすく宇宙の始まりから、はい、それから太陽と地球の関係、また地球と月の関係で天体の並びとかっていうのを学んでいきます、うん、すごい、なんか 小学生でなんか分かるのかなっていう、なんかすくらい壮大なテーマですけど、はい、もう分かるように、うん、はい、あのカリキュラム立ててますので、これがね小学校 1,2 年生は7月の29日月曜日と30日の火曜日、はい、2日間来ていただきます、はい、朝10時から、2時半までのお弁当持参で、はい、来られてください、うん、でね、お弁当作るのご負担っていうご家庭は買ったものでも全然大丈夫ですので、はい、こちらでお昼タイムもあるってことですね。お昼タイム、はい、おやつも用意してますの でそれから3年生以上は8月1日木曜日と2日の金曜日、はい、うん、こちらも同じく10時から2時半まで、うん、で2日間、はい、でね、あの10時から2時半ってすごい中途半端な時間だから、はい、送迎大変っていうご家庭もあると思うんですよ、はい、その場合は朝9時から、うん、夕方6時まで預かりも、はい、ちょっと追加料金出るんですけど、はい、朝早く預けていただいて夕方お迎えに来ていただいて大丈夫です、でその時はあのその、この自由研究に生かせる宇宙の学び以外でモンテッソーリ教育の体験をしていただけますので、はい、すごいいいですね、なんかすごい充実した、はい、2日間になりそう、はい、はい、そうなんですよ、あ、高坊さんビッグバンから教えないとねって、はい、そうなんです、ビッグバン教えますよ楽しく、すごい、なんか私も学びたいくらいの、うん、はい、来てくださいでもう一つ、はい、もう二つか三つ四つあるんですけど、はい、次はあの科学実験から、はい、ですね、8月の3日土曜日、うん、朝、9時45分入室で10時から11時まで、はい、驚きと楽しさの液体窒素実験、あ、液体窒素の実験、ね、マイナス196度の世界ってどんなもの、はい、っていうことでやります、興味深いですね、うん、なんか面白いですよね、液体窒素の実験も、うん、うん、うん、ね、こう何やるのかなって、まあ、液体窒素ってどういうものって説明聞いたり、はい、液体窒素に火を近づけたらどうなるかとか、うん、シャボン玉液体窒素に近づけたらどうなるかとか、はい、あとバナナ液体窒素につけたらどうなるの、うん、なるかとか、そういうのを子どもたちとやっていきます。これは対象年長さんからですね、はい、で講師は私ではなくて、うん、立科理科っていうあの小座、銀天街の方で科学実験教室されてる島田誠先生と、はい、それから琉球大学の准教授の小林力先生、はい、力教授が、はい、いらしてやっていただけます、じゃね、このプロのというか、はい、実際にいつもこういうのことをしている先生を呼んで、はいはい、そうなんです、理学のプロから直接学べるということで、ね、これまた贅沢、はい、でもう一つが驚きと楽しさの電気実験、はい、電気の世界ってどんなものということで、これは8月4日日曜日同じく10時スタートです。はい、いや電気実験もまたねすごい興味津々なお子さんたくさんいらっしゃるんじゃないですか、うん、ね、電気って何とか、うん、そう電気の説明ねとか、あと静電気作ってみたり、ほう、そうそう、なんかねそういう電気実験をいろいろしますよ、はい、ね、こんな感じですごい皆さんいろいろとお子様の自由研究に役立つような、はい、このワークショップというかがたくさんありますので、はい、ぜひ、お子さんに、ね、体験させてみてはいかがでしょうか、はい、インスタウェブサイトご覧くださいね、はい、はい、虹色キッズスクールで検索したらいいですかね、はいはいはい、そうです、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。あっという間でした、ね、はい、ありがとうございました。12さんも凍ったバナナで、そう